Hi everyone! I am in Chichibu, Saitama Prefecture today. Let's go explore! Chichibu is surrounded by vast nature. Even though it is situated right next to Tokyo, it has the air of a retro cityscape. I want to experience everything about this splendid city.古くから秩父地方を守り続けている秩父神社、2100年前に創建されました。現在の社殿はおよそ500年前のものですが、ところどころに施されている彫刻はこの神社のシンボルとして存在感を保っています。こんにちは。Thank you so much. This is such a beautiful place. What is this? Yes. Ah, thank you. こちらのお社はですね、秩父郡市の、総社といいまして、秩父市にはたくさんお社があります。全部で94社あるうちの一宮と言われまして、秩父市のですね、藤子さんが秩父の総社として、敬う一番目のお社というふうになってます。 So, this temple, do people from Chichibu come here a lot? What do they do here? はい、秩父市の人たちにとってはですね、この小さい秩父盆地の中で心の拠り所としてですね、神様として崇敬されております。この秩父神社、御神前この中央にですね、門前町といって万馬通りってあります。古くから秩父神社で氏子さんがたくさん住んでる場所なんですけれども、古い土地ですから面白い建物がたくさんあったり、石畳の道だったり、ですね、なかなか普段では見られないものがいろいろ見られると思います。ぜひ行ってみてください。石畳が敷き詰められた万馬通り、古き良き時代の秩父の町並みが今も残っています。わあ、What a retro building! ひときわ存在感を表すのは、その昔タバコを販売していた小池タバコ店。1900年代前半に建てられた建物で、木造の2階建て。最上部にはコーニスと葉飾りのモールディングが施され、ヨーロッパ建築を感じさせます。These streets make me feel like I'm slipping back in time. Wow. Huh. Wonder what that is. 小池タバコ店の向かい側にあるのは、現在も営業中の精肉店、安田屋。1930年に建てられた木造2階建てで、壁面にはモルタル塗装が施されています。窓にはギリシャ建築で用いられるアカンサスをモチーフにした装飾を施し、洋風衣装を取り入れています。What is this shop about? ここはお肉屋さんですね。で、主に秩父名物になっている豚の味噌漬けを扱ってます。This building must be really old. そうですね。創業は大正5年で、昭和初期の建物をそのまま使って今も営業してます。There are so many old buildings here. It's really beautiful. It has so much character.
そうですね、ここの通りだけではなく、あの裏の通りなんかも趣ある建物が残ってますんで、ぜひそちらの方も見て楽しんで帰ってください。 Thank you very much. ありがとうございます。I have seen so many beautiful buildings and architecture steeped in history, conveying a sense of tranquility and beauty. I am so glad that I came here, and I would love to come back soon.